自由研究とは、児童、生徒が自由に多様な事項を研究することであり、次のような意味合いがある。長期休業に出される自由研究の課題に対して、子供たちは10日から40日ほどの期間を通して、教員の指導や方法論を離れ、保護者の協力も得るなどして、思い思いの方法で研究を行うことができる。特に夏期休業は日数も多いため、 まとまった課題に取り組むことができる。本来は、自由の名の通り無理強いするものではないが、保護者や、教員の強い意向でやむなくこなしたり、自身の成績のために行う場合もある。学校側がメニューを用意して生徒に選ばせる、あるいは、生徒本人の意向と無関係に割り当てる場合もある。また、読書感想文などと違って、明確な規定やノルマが設定されないことが多いため、 自由の名のもとで適当に済ませてしまう例も少なくない。さらには実質的に保護者が作成したものが児童、生徒の名前で提出されるケースもある。休み明けには絵や写真、文章でまとめられた研究のレポートを教員に提出し、優秀作品は学校や市町村単位での作品展などに出品される場合もある。本来自由研究は 自分でテーマを設定し、それを追求していく探求学習であり、問題解決からまとめ方までのスキルを磨くことができる学習である。その重要性を多くの人が認めながらも、受験返帳や指導者不足などのため単なる宿題の一つとして軽視されることもあるようだ。その一方で、コンテスト受賞などを励みに、 小学生から高校生になるまで同じテーマで研究を継続してきた生徒もいる。自由研究のレポートはおよそ以下の組み立てに基づく。標本や工作などもレポートを別に作成しておくと良い。自由研究のテーマや方法についての書籍はすでに数多く出版されている。2000年前後からはパーソナルコンピュータやデジタルカメラが一般家庭に普及したため、 これらを駆使して整然とまとめられたレポートも多く提出されるようになった。その反面、レポートにインターネット経由で入手した画像や文章を流用するなどの不正も増えている。研究のテーマは身近なところにある。目的例えばセミのウカの観察などはデジタルカメラで簡単に記録ができる。ウカの観察に数時間、まとめに数日あれば良いのでセミが多い7月。 下順ならば手軽な自由研究である。これらを本格的に調べるには複数の図鑑や専門家の協力が不可欠だが、正確さについては子供のできる範囲でも構わない。昆虫採集のように昆虫類、植物、貝殻、岩石、化石などを採集し標本を作る。どの標本も収納するための標本箱が必要である。標本には種名、仮名、 最終値、最終日時、最終者などを記入したラベルを必ずつけるようにする。博物館や動物園などは分類会、同定会を開くところもあるので、標本の種名などがわからない場合はそこに持ち込んで、専門家の鑑定を受けることができる。なお、この手の最終や標本作成は、昭和後期までは夏休みの課題の定番であった。その成果から科学的にも、 新しい発見が多数あった。工作もテーマや必要性は身近なところにある。ペットボトルなどをリサイクルしたり、日常生活のちょっとしたことで役に立つもの、伝統的で科学性の高いおもちゃなどを作る良い機械である。実際には多くの子供、それに親が苦労しており、それを当て込んだ商売も数多い。例えばちょっとした科学工作キットや、 貯金箱制作セットといったものが夏休み後半になると文房具売り場などに登場する。また、学習雑誌などでも特集を組み、そのためそのようなところで取り上げられた題材はその年の展示会でいくつも目にすることになる。昆虫採集が盛んであった頃には、出来合いの昆虫標本セットまで存在した。北森尾は、ドクトルマンボウ昆虫記の中で、 台湾産の昆虫標本などが提出され、そのまま腐っていることを批判している。ありがとうございます。